あの広報国際担当副所長をしております石川と申します、えー。今日は長いお時間、もう10時からですから、えー、と7時間ぐらいありますか、7時間半ですかね、長い間、あの熱心にご聴講いただきまして、どうもありがとうございます。またたくさんご質問いただきまして、あのこれらのご質問は我々のこれからの、えー、研究に反映していこうと心しております。でえー、と実はこの会合です、ね、もう 1, 1年近く前から計画を始めました。 そしてご存知のように、新型コロナが始まりまして、さてどうしたものかと、皆さん、担当のものいろいろと頭を抱えつつ、進めてきたことです。ただ、和歌山県の,ねあの担当者の方のお力添えがありまして、このような形でえ対面で,で、ウェブ開催ではなくて、対面で開催できたということを非常にありがたく思っております。実は大学の講義,講義もほとんど今ままだウェブ開催になってておりまして このような対外的な行事、これは多分ですね、今回のこの公開講座が、多分スタートアップ、キックオフのような形になるんだと思います。ということで、今回、非常に開催したものとしてはありがたく思っています。ということで、最後には、ですね最後にあの和歌山県の関係者の皆様、ご尽力いただいた方々に、心からの感謝のを申し上げまして、最後の挨拶にしたいと思います。どうかか皆様あのこれからもあの 今日のこれに出たからコロナになったなんてことにならないようにですね <laughs> これあの大変なことになります <laughs> あのお気をつけてお帰りいただきたいと思います今日はどうもありがとうございました